覇王ウォルニールの解説します。まず、ボス戦に入ったらね、松ヤニセットします。で、右手をターゲットして松ヤニ塗って、最大ダメ R2 から、R1。で、手首のね、若干後ろあたりに一度ってると、逆側のね、手の攻撃を避けれるので、まあ位置取りがいいとは当たりません。今みたいに振り下ろしがあったらローリングで避けます。で、この後ね、前進してくる場合があるので、スカーオイは禁物です。前進、これが来ると体に潰されるので、なるべく注意しながら切る。で、剣のね、出現、これはもう待つしかないですね。この後叩きつけと振り払いが来ます。叩きつけは避けて切りつけます。で、口から多分毒吐いてるんですけれども、体のね、横にいると毒当たらないので、この間に切って倒します。もう一戦見ましょう。ボス戦に入ったら松ヤニにセットして、向かって右側の手にターゲットして、松ヤニに塗って最大ダメ R2R1、 叩きつけ避けて R1。 で、手首の後ろぐらいに位置取れるように走って近寄って攻撃を入れます。松ヤニはね、黄金松ヤニとこの炭松ヤニは効くんですけど、出血のね、カーサスとかは効かないです。毒もね、ちょっと効果が弱いので、炎か黄金マテヤニかどっちかですね。で、これ今多分シャーって言ってるのは毒吐いてるので、ちょっと手首の後ろ側にいると毒当たらないですから、避けつつ殴る。叩きつけはローリングしてから殴る。で、この場合前進する場合があるので少し下がる。で、叩きつけだったのでもう一度殴る。これで終了です。